にゃんせよ、ももゆみだ。はい、じゃーん。また髪を赤く染めてきました。実はこれ私ブリーチをしていなくて、ブリーチをせずにここまで赤くしてもらってるんですけど、今までいろんな美容室に行ってきて、ここまでちゃんと赤って感じにしてくれた美容師さんは今までいなかったので、今やってくれた美容師さんにめっちゃ感謝してます。私のインスタにその美容師さんのアカウントが載っているので、赤とかやってほしい方は連絡してみてください。はい、ということですね。今日は2019年韓国で流行っている前髪アレンジの仕方を紹介します。イエーイ。もうじゃあ早速やっていきたいと思います。まずですね、前髪を真ん中で分けることが韓国人により近づくと思います。シースルーバングしてる方はもうそれでもうバッチリなんですけど、私みたいに今ちょっと前髪伸ばしてるとか長い方は真ん中分けにするだけで本当に韓国人っぽくなることができます。で、私はちょっと若干真ん中がずれているんですけど、一応まあこれで真ん中分けということで、この真ん中分けをこう綺麗に作る方法をちょっと簡単に紹介しますね。今もう作っちゃってるのはあれなんですけど、まず朝起きたら根元をこう濡らしますね。この癖を、変な分け目の癖を取るために根元を濡らして乾かします。ドライヤーで後ろ向きにわーってわーってこう乾かします。前じゃなくて後ろね、後ろにわーって乾かしたら、メイクしてる間にこういうマジックカーラーを根元にこう挟んで、後ろにこうやってメイクをして、でメイクし終わった後にこれを取るとこうやってこうなるので、自分の好きな真ん中でこうキューって分けると自然に真ん中で分けることができます。ちょっともう今真ん中分け作ってて超簡単に説明しちゃったので、すいません、分かりづらかったかもしれないけど、こういうマジックカラーを使うと綺麗に分けることができます。はい、そしてですね、早速2019年の前髪のアレンジを紹介していくんですけど、まず1個目使うものがじゃじゃーん、こういうヘアクリップですね。ちっちゃくてこうパカパカってするクリップとか、あとはこうやって真ん中がパカって割れてこうカチッって挟むようなクリップとか、あとは私はよく編み込みとかした時につけるのがこういうイヤーカフ、耳にこうはめるこういう形のやつを髪に使ったりとかするんですけど、今日はこういうのを使っていきます。最近韓国でですね、インスタとかバーって探すとモデルさんとかが結構みんなやってるんですけど、こういうヘアクリップを前髪のあたりにつけてアレンジしてますね。今日は緑と黄色を使っていきます。ポイントがですね、結構私が研究した中で多いのは、こうやって前髪をねこう分けてるじゃない、真ん中で。これシースルーでも一緒ですよ。横の髪をパクッで、またこれ色違うやつとかでパクッで、こんな感じで結構いっぱいバーってつけてるモデルさんとかもいたし、2個とか3個とかでアレンジしてるモデルさんもいたんですけど、こういう感じでちっちゃいクリップを髪につけるのがちょっと今流行ってますね。はい、そして2番目に使うのはこういう大きいヘアピンと、色がついてるちっちゃい細いヘアピンを使っていきます。この紫を使っていきます。で、流行っている止め方がですね、私みたいに長かったらこうやってこうちょびちょびっていう短い毛を残していくんですけど、まあ、これくらいかな。あとはこう後ろにやるんですけど、ここで大きいのをまずバチンと止めます。この短い髪が残ってるのがすごく韓国っぽいんですけど、そしてこの大きいのをつけた後にこういうちっちゃいピンをつけていきます。この下に
キッキッ、そして反対側もやるんですけど、私は反対側には大きいピンを使わずに、またこのちっちゃいピンを使っていきます。同じように少しだけ残してこうやって両方止めても可愛いです。はい、そしてこの同じヘアピンでもう1パターン止め方があるので、それも紹介します。さっきはちょびちょびっと髪を残したんですけど、次はこのまま全部パチンと止めます。今回片側だけにして、こういうピンをまたここにつけます。はい、こんな感じですね。片側だけに全部つけて、ちょび毛を残さないのも可愛いです。マイリーが邪魔してくる、可愛い。はい、最後にですね、私が昔流行ってたんですけど今でも大好きな髪型があります。それをちょっと紹介します。昔多分4年前くらいかな、リンゴヘアっていうのが流行ったんですよ。前髪をこうちっちゃく取って、これさっきのクリップとかでパクッてこうやって止める、こういうリンゴのヘタみたいな感じ見えるのでリンゴヘアって言うんですけど、これがちょっと昔韓国で流行っていて、私今もこうやってたまにやるんですけど、こういうのもまだ可愛いなって思います。こういうクリップやヘアピンがあればいろいろ前髪がアレンジできて、でさっき私が言ったようにこうちょび毛を残すとより韓国っぽくなるので、皆さんいろいろ試してみてください。はい、ということで2019年に流行る韓国風の前髪のアレンジを紹介しました。皆さんよかったらやってみてください。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、アンニョンヒガセヨ、モモでした。バイバーイ。